カルストシェパードは、スロベニアのカルスト地方原産の森地区犬種である。別名は、カルストシェパードドッグ、クラシュキオーチャル、クラスキオフテヤル、カルスキオフチャルで、愛称は、カルスティー。サルプラニーナッツとは、親戚関係にある。1687年にはすでに犬種として、存在していた。サルプラニーナッツを改良して生まれたとも、これが改良されて、 サルプラニナッツになったとも言われている。原産地ではもっぱら羊を狼から守るのに使われ、あらゆる脅威を撃退する、頼もしい森地区圏として何百年もの間大切にされていた。ところが、冷戦の終結によるソ連崩壊後に起こった旧ユーゴスラビア紛争の戦火により、スロベニア内のカルストシェパードはすべて死滅してしまった。紛争の沈静後、 隣国やドイツに疎開していた犬を集めてブリーディングし、生まれた犬たちを原産地へ送り返した。これにより再び原産地に帰ってきたカルストシェパードは、再び大切に飼育されるようになり、徐々に頭数を回復していった。また、スロベニアの天然記念物としても登録され、さらなる保護に力を加えられることにもなった。かつては、親戚種であるサルプラニナッツの種であるとして、 同一視され、1939年に、両主はイリリアンシープドッグの名でフシーに公認犬種として登録された。しかし、両主の愛好家の反対により登録は一時抹消され、1968年にそれぞれが、昇進証明の別犬種として認知されて独立し、再登録された。現在も希少な犬種で、ほとんどが作業犬として使われている。ドッグショーにも、 滅多に出場せず、家庭犬として買われているものは、非常に少ない。もちろん、2008年の段階で、日本にはまだ輸入されたことがない。サルプラニナッツと比べると、マズルが細く、防衛本能が高いのが特徴である。がっしりとした骨太の体格で、悪天候にも耐え抜く丈夫な体とコートを持つ。垂れ耳、ふさふさしたタレオでコートは二重構造のダブルコート、毛色は、 ウルフやブロンズなどがあるこのコートは密度が高く、狼の牙から身を守ったり体寒性に優れた便利なコートではあるが、分厚いため厚さに弱いので、作業用の犬は牡蠣にコートを買ってしまうのが普通である。体高60センチメートル前後、体重40キログラム前後の大型犬で、性格は気真面目で忠実だが、縄張り意識と防衛本能が高く攻撃的な面も、 ある。しっかりとした一貫性のある訓練がなければ、飼育はできず、また、カルストシパードは、人間のことをあくまでも、パートナーとして認識しているため犬の知識が深い、人でなければ、飼育は、不可能である。しかし、訓練が成功すれば、中学生以上の子供と遊ばせることも可能である。室外外が基本で、散歩の時間は長めに取る必要がある。 かかりやすい病気は、大型犬でありがちな股関節形成不全症である。ありがとうございます。